元日本テレビのアナウンサーで現在フリーアナウンサーとして活躍し、好きな男性アナウンサーランキングでは2023年2位を獲得している羽鳥慎一さん。情報番組だけではなくバラエティにも引っ張りだこで、毎日のようにテレビでそのお姿を拝見するほど多忙でいらっしゃいますね。そんな羽鳥アナは一度離婚を経験されており、元嫁の栗原冬子さんは羽鳥さんの年収について暴露されているようです。一体どれだけ稼いでいるのでしょうか。今回は羽鳥アナの年収や離婚理由など経歴とともにご紹介していきます。羽鳥慎一さんと元妻栗原冬子さんは2012年に離婚し、2014年作家の渡辺千穂さんと再婚されています。報道によれば2人の離婚の理由は、表向きは多忙によるすれ違いとのことですが、真相はどうなのでしょうか。元妻との馴れ初めですが、出会いは就職活動中のアナウンサー試験でした。試験会場で知り合い、交際に発展したようで、羽鳥さんがナンパ師であることは間違いありません。冬子さんは航空会社に客室乗務員として就職し、羽鳥さんは日本テレビに入社、そして入社2年目の1996年に結婚されました。離婚後、冬子さん、パトリンというニックネームでブログをスタートしていましたが、多忙なのか更新は控えめです。離婚後はアロマ環境協会の理事を務めたり、自身のブランド立ち上げ、サロンワーク、美容に関する指導など精力的に活動しています。羽鳥慎一との離婚後、数年間は羽鳥冬子という名前を使っていましたが、メディアへの宣伝になるからかなどと様々な報道を受けてからは旧姓の栗原冬子に戻しているようです。羽鳥慎一さんの性格がいいのか悪いのか様々な意見があり、実に賛否両論ですが、離婚の原因は性格にあるのでしょうか。羽鳥慎一さんと共演者とのエピソードを紹介します。タレント俳優の坂上忍さんが羽鳥慎一さんについて、一番僕が嫉妬する人は羽鳥慎一さんと言ったことがあります。視聴者の立場になって、知らないふりをしながらコメンテーターや専門家に質問して、自分が下の立場になって情報を得たり提供したりしている。よっぽど性格が悪くないとそんなことはできない、悪魔だと思ってますと、同じ司会者として羽鳥さんに嫉妬しているのがよくわかります。ある意味褒め言葉だと思いますが、はっきりと、よっぽど性格が悪くないとできないことだ、彼は悪魔だと思うと羽鳥慎一さんの性格について言及しています。また羽鳥慎一さんがメイン MC を務める番組のサブレギュラーを務めていた不仲説のある長嶋一茂さんは、羽鳥慎一さんについて、彼は真面目な性格だからと性格を表現していました。さらに2019年10月放送の番組に VTR 出演したお笑い芸人の有吉弘行さんは、羽鳥慎一アナウンサーについて、なんであんなにいいんでしょうね、羽鳥さんみたいな人を見るとイラッとしません、真逆なんですよねとぶっちゃけていました。羽鳥慎一さんは好感度の高いアナウンサーですが、実は裏では毒舌家だと言及しています。これらのエピソードから分析すると、羽鳥さんの性格は悪くもなく良くもなく、あざといと表現するのが正解のような気がします。しかし、あざといという言葉も最近では褒め言葉だったりします。それだけ一生懸命仕事を頑張っているということですね。羽鳥さんの離婚理由について、ある芸能ライターはこう語っています。離婚に関して羽鳥さんは、仕事に没頭しすぎて家庭の優先順位が下がってしまったと、離婚の原因は自分にあったことを明かしています。しかし、子供が高校受験を控えた大事な時期に突然の離婚発表だったため、羽鳥の出世欲が原因ではないかと言われていました。しかし、複数の週刊誌が徹底調査した結果、羽鳥さんの私生活があまりにも質素であることが判明し、それもなさそうだという話になりました。羽鳥アナの私生活は確かに質素で、冬子さんと離婚した時は自宅の家具を10万円で全て揃えたといいます。しかし、物欲はないものの、違う欲はあると、ナインティナインのバラエティ番組に出演した際、赤裸々に告白していました。物欲はないが性欲はそこそこある。先日もナインティナインの岡村さんからもらった性行為のハウツー DVD を見て勉強しています。さらに、
2014年に出演したメレンゲの気持ちでは、羽鳥さんはキサアナのことがずっと好きだったと告白。2人は曲は違いましたが、若い頃は同期の仲間同士でよく一緒に食事会をしたそうです。当時キサアナに好意を持っていたという羽鳥さんは、日テレの食堂の暗証番号をキサアナの誕生日である5月26日から0526にしていて、暗証番号を押すたびにキサアナの誕生日だなと思っていたんだとか。その思いは日テレを退社する日まで続いていたんだそうです。このエピソードにはみんなから気持ち悪いとブーイングでした。できることなら付き合いたいななんて思っていたそうです。もし当時羽鳥さんがキサアナに告白していたら、すごいことになっていたのではないでしょうか。まとめると、質素な羽鳥慎一さんにも女性への欲望はあり、肉食系。最初の噂通り、離婚の理由は女性が関係している可能性があるのではと思ってしまいますよね。そしてフライデーがもう一つの離婚理由を報じていました。離婚の最大の理由は羽鳥さんの冬子さんに対する厳しい束縛だったと聞いています。例えば羽鳥さんは冬子さんの携帯電話を入念にチェックし、ロックをかけることを許さなかったそうです。お金に関しても厳しく、クレジットカードを使わせず、食費に関してはレシートを見て初めてその分の代金を渡すようにしていたという徹底ぶり。ちょっと厳しすぎますよね。そんなことを繰り返しているうちに、冬子さんの心は彼から離れていってしまったようです。離婚後の2018年にも元妻の冬子さんは取材に対し、羽鳥アナのドケチぶりを公言しています。二人の間に生まれた子供の親権は羽鳥アナが持つことになり、その娘さんはすでに成人しています。20歳の誕生日に羽鳥さんは図書カードを送ったそうです。そのことについて元妻の冬子さんはこう話しています。7億円も稼いでいて、20歳の誕生日に送ってきたのが2万円の図書カードだったの。たった2万円よ、信じられない。これが本当なら20歳の誕生日に2万円は確かにちょっと少ないかもしれないですね。羽鳥アナの年収はかつては3億円とも言われていましたが、元妻の発言から7億円であることが分かりました。確かに朝の情報番組からバラエティ番組の MC まで幅広く活躍しており、高視聴率をマーク。日本テレビ退社後はフリーアナウンサーになり、テレビ朝日モーニングショーでのギャラは1本100万円とも言われています。ゴールデンタイムのレギュラー番組は常時5、6本持っていることからも、年収は7億円あってもおかしくないでしょう。羽鳥さんは2012年に前妻冬子さんと離婚後、2014年に脚本家の渡辺千穂さんと再婚しました。お二人の馴れ初めは2012年8月の芸能事務所主催の食事会で、人気脚本家の渡辺千穂さんを紹介され、同年11月から交際をスタートさせたと報じられています。ただ再婚が離婚から1年余りだったこと、離婚前にツーショット写真を撮られていたことなどがあり、こうになっている馴れ初めが真実かどうかは分かりません。羽鳥さんには2人の子供がおり、いずれも女の子です。生まれ年については1997年、前妻栗原冬子さんとの間に第一子となる長女が誕生、名前は翼さん。2016年1月下旬、現在の妻で脚本家の渡辺千穂さんとの間に女児が誕生、名前は明かされていません。前妻の栗原冬子さんとの間に生まれた翼さんは冬子さんに引き取られ、母子家庭で育てられたようです。イベントなどではたびたびブログに登場し、母子の仲の良さが伝わってきます。羽鳥アナの最終学歴は早稲田大学政治経済学部ですが、娘の翼さんも父と同じく早稲田大学を卒業していました。母親のブログで早稲田大学のあの有名な時計台の前で撮影された写真を紹介していたので間違いないでしょう。父親と母親は離婚してしまいましたが、父と同じ大学に行ったということは羽鳥さんのことを尊敬しているのだと思います。きっと良好な関係なんでしょうね。そして翼さんは早稲田大学を卒業後、社会人になって2年後の2021年8月21日ご結婚されたそうです。母親の冬子さんは娘が結婚した時の思いをブログに綴っていました。
3年半付き合っていた男性と結ばれ、幸せいっぱいの彼女の顔を見て、安堵と喜びと多少の寂しさが入り混じり、複雑な気持ち母子家庭になって約10年。辛いことも楽しいことも一緒に共有し、いろいろな思い出があふれてきます。私と同じく入社2年目で結婚、ますます仕事も頑張って、公私ともに充実した生活を送ってほしいと思います。そして私は婚活始めます。娘さんは結婚しても、仕事をしながら生活されるようで、特に女性は仕事と家庭の両立が大変だと思います。ですが、ご家族の協力があれば、きっと乗り越えられるでしょう。高学歴な娘さん、どんな職場で働いているのかも気になりますね。いかがでしたでしょうか。まだまだ人気の衰えることを知らない羽鳥慎一アナウンサー。豆でドケチな性格が難ありのようですが、そんな生真面目な一面が仕事でも発揮され、人気アナウンサーとしての地位を守り続けているのかもしれませんね。今後のご活躍も期待しています。